はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回は、聖なる鍵と呪いの鍵でね、どれを作ればいいかについて話していこうと思います。今回は、優先順位含め、性能解説やっていこうと思います。これね、10万モンスターポイントでももらえるんですが、まず現状ね、無課金で、ログインで聖なる鍵が、そしてダンジョンクリアで呪いの鍵がもらえます。はい。僕はそれを忘れて、呪いの鍵5本買っちゃったんですけど、まあいいでしょう。はい。で、この聖なる鍵と呪いの鍵を使うことによって、聖なる鍵は5種類の武器を作れます。そして呪いの鍵も5種類の武器を作れます。はい、こんな感じでね。まあ、作るのはすっごい大変で、多分それなりにもうね、周回しまくらないと、なんか、あれはね、目安としては、虹メダル5枚分ぐらいを集める感じかな。いつものダンジョンで。そんぐらいかかる感じがしました、体感で言うと。すごい大変です。まあ、それをしてあげればね、その代わり、超強いぶっ壊れキャラがゲットできると。いう感じになっています。はい。で、今回なんですけども、聖なる鍵と呪いの鍵でね、どのキャラが優秀かについて、そしてどれを優先して作っていけばいいか、そしてどれを何体作ればいいかについて話していこうと思います。ということで、やっていこうと思います。行きましょう。ということで、聖なる鍵からやっていきましょう。聖なる鍵、今回ね、5種類あるんですが、すべて解説していきます。まず最優先で作るべきの鍵は、こちら、風神の鍵ですね。吸収無効に受けるダメージ半減があるんですが、13ターンスキルで打てます。13ターンの吸収無効って本当に貴重でね、優秀なキャラなんで、とりあえず13ターン吸収無効ということもあってね、必ず、作っておきましょう。非常にね、ダンジョン攻略等で役立ってくれる武器になると思います。吸収無効武器として優秀な風神の鍵が、まずまあ最優先かな。はい。で、次2番目、戦士の鍵ですね。こちらは周回で使えるんですけど、攻撃強化打つ持ちでね、なおかつ HP が1になるか、敵全体に攻撃力かける300倍の非属性攻撃のブレスが打てます。まあ、ブレス要因としても非常に優秀なキャラなんで、とりあえず1体は作ってください。で、これね、HP が1になるせいでね、2回連続で打てないんですよね。なので、まあ、あくまで1体作れば十分って感じかな。とにかく1体ぜひ作ってください。周回用で使います。周回とかしない人はこれは飛ばしてください。で、3番目に優先するのが天使の鍵ですね。こちらは2ターン属性吸収を無効化して、全ドロップを光と闇ドロップに変化と。属性吸収無効と二色陣持ってるんですね。で、これは意外と替えが効かなくて普通に優秀なスキルなんですよ。なので、まあ二色陣要因でなおかつ属性吸収無効持ってるということで、特にランダンとかやる人はね、ぜひゲットしてほしいキャラとなっています。はい。で、4番目にこちら、賢者の鍵ですね。こちら、暗闇、お邪魔、毒耐性に回復強化持ってる、まず3種類ギミック耐性で普通に使える武器なんですが、スキルがね、敵の行動を2ターン遅らせて、2ターンの間敵の防御力が0になるスキルを持っています。はい。2ターンチーンに防御0だけどさ、普通に強くない？で、まあ、で、正直、まあ別にね、使わないって人はいいんだけど、周回とかで言うとね、ジュリーの代用として使えたりもするんで、結構優秀なキャラになっています。なのでぜひね、4体目、これ取ってください。で、最後5番目がね、こちら、祝福の鍵ですね。このキャラも悪くないんですけど、やっぱ回復ドロギョとチーム回復強化2個持ちってあんま使わないんですよね。で、まあ、ドロシーの鍵とかも、ドロシーの鍵じゃない靴とかもあって、あんまり無理してこれを使う必要はないかな。で、スキルは HP30% 回復のバインド覚醒無効3ターン回復という感じです。まあそんなに環境的には刺さらないんで、まあ優先順位一番下はね、祝福の鍵かなって感じです。はい、まあ、おさらいすると吸収無効の風神が1番優先、ブレスが強い戦士の鍵が2番目、そして属性吸収無効と二色陣が強いので3番目に天使の鍵、戦士の鍵が2番目で天使の鍵が3番目ね。で、賢者が4番目ですね。防御ゾロと2ターンチェーンが優秀で、ラストに祝福って感じで OK です。一応こちらがね、聖なる鍵の優先順位となっています。はい。で、まあ、聖なる鍵何体ずつ作ればいいですかっていうね、話なんですけど、とりあえずね、これもうね、全部話していこうと思います。多分右側にも載ってると思います。こんな感じ OK です。はい。戦士の鍵は基本的に1体でいいですが、余裕があれば2体作る価値は一応あります。ただまあ基本的には1体でいいです。これ理由がね、さっきも言った通り、HP が1になるキャラってね、連続でブレスを打てないんですよね。なので使うとしても1回もしくは2回ぐらいなんで、まあ最悪2体いれば十分かなって感じです。まあどうしても怖い人は3体、4体作ってもらってもいいですが、周回のだるさ的にもね、で別にこの性能的にもね、まあ1体いれば基本的には問題ないかなと思います。最悪怖い人は2体作っておけばもう間違いないと思うんでね、ぜひ2体だけ作っておきましょう。まあ基本的には1体で OK です。はい。ね、賢者の鍵もちろん1体で OK ですね。ギミック耐性武器だけどね。別にまあ木馬でもいいんで代用できるんでね。とりあえずこのスキルを使いたい場合を考えて1体作ればいいと思います。はい。で、風神ですね。もうこれはまあ最優先でもちろん1体作ってください。で、当然2体目はいりません。はい。吸収無効武器ですけどね。吸収無効は1体いればいいので、吸収無効武器として1体だけ作ってあげてください。で、祝福。まあこれ別に0体でもいいけどね。まあ基本1体でお願いします。はい。そして、ラスト。天使の鍵ですね。こちらは属性吸収無効と二色陣ということで優秀なんですが、まあ、属性吸収無効出る場所って結構少ないんで、まあ、1体いれば十分だと思います。はい。で、まあ、正直、賢者と、祝福は最悪なくてもどうにかなると思います、僕は。僕は最悪この2人はなくてもいいとは思ってる。
ただ、まあ、残り3体は必ず1体ずつ欲しいしね。まあ、余裕があればこの2体も作ってもらえればなと思います。特に今回呪いの鍵が強いんでね、優先順位は低めで大丈夫なんでね、とりあえず呪いの方を先に作ってもらえればなと思います。この聖なる鍵はね、まあ、風神の鍵ぐらいですね。風神と戦士の鍵ぐらいは呪いの鍵より優先して作ってもいいですけどね、呪いが本当に強いんで、呪いの鍵優先では問題ありません。ということで続きまして、呪いの鍵優先度ランキングやっていきましょう。はい、続きまして呪いの鍵ですね。呪いの鍵はゴルケイウスを作るのに必要なので、できればね5体作ってほしい。正直余裕があれば5体絶対作ってほしいです。この5体を作ってあげてアシストすることでゴルケイウス戦えて、しかもゴルケイウスがねもう本当に強いんで、まあレベルとかめっちゃ大変なんですけど、育成とかね、スキルも70上げなんだけど、その代わり本当に強いからぜひ作ってほしいんだけど、今回はねその呪いの鍵、まあそんなねゴルケイウスを探すために5体作るのは無理さ、ユコロさ、何で優先して作ればいいですかみたいな人もいると思うんでね、今回はそういう方向けに話していこうと思います。まああとはね、普通にゴルケイウス狙ってる人もね、優先順位的なものも話していくんでね、まあそれを参考にしてね、で終わってからまあどれを何体作ればいいかについて考えてみてください。ということでまずはね優先順位ランキングやっていきます。まず一番優先して作るべきがもう間違いなくこの子ね、タイダですね。これもダントツで、一番優先でお願いします。 HP 弱か回復弱か入っちゃうんでステータス的には厳しいんですが、ガードブレイク武器です。結局このゲームで一番強い武器は代用がない武器ですね。そう、ガードブレイク武器なんで代用がありません。どれだけ弱化が入ろうがガードブレイク武器の代用がないって視点でも圧倒的に強いです。もうその時点に絶対に取る必要があるので、必ずねガードブレイク武器として対打の武器を取ってください。もう間違いなく最優先でこれが一番優先です。はい、で2番目がこちら、傲慢ですね。傲慢は攻撃弱化と回復弱化が入って特待生プラスがつきますが、スキルがね全ドロップの6個を解除、ランダムで光と回復ドロップを15個ずつ生成っていうね、スキルになっています。これがね確定二色陣ということで普通に優秀なんですね。まあ6解除が入ってしまうんでランキングダンジョン等では普通の二色陣の方がいい場合もあるんですが、一応ね超一と無効貫通を確定で組むランダン等では、普通に優秀ですし、まあそうですね、例えばだけど光ヨグとかで言うとあれって確定盤面作れないじゃないですか。それに対してこの、傲慢の鍵っていうのは確定盤面が作れるのですごい優秀な武器になっています。まあ確定二色陣ということでね非常に優秀なんでぜひ取ってほしい武器となってます。はい、続きまして3番目は色欲の鍵ですね。こちらはね攻撃弱化でスキルブースト比率強化やつ持ちなんですが、まあ、32スキルと劣強化って一緒に普通に強いで、しかもスキルが1ターン非属性の攻撃力とドロップ操作時間が4倍、自分以外の味方スキルが2ターン貯まると、で12ターンで打てます。これがね非常にねヘイストとして優秀で、リナインバース装備よりも1ターン短いんですよね。なので非常に優秀な武器になってます。まあ、この武器に関しましてはね、普通に周回等でもね、スキルブースト武器として一応使えますしね、何より、パーティーによってはね、エンハンス要因として、なおかつ2ターンヘイスト要因として使い道があるので、まあ、攻撃力がもともと低いキャラにつけてあげる分には非常に優秀だと思います。なので、ぜひね、ゲットしてもらえればなと思います。ただまあね、もちろんこれ、攻撃力がね、低いね、キャラに対してはつけれますが、高いキャラには一切つけれないんで、使い道は限られるということは押さえておいてください。はい。呪いの鍵は結構使い道が難しいですからね。で4番目嫉妬の鍵ですね。こちら、HP 弱化持ってる代わりにウェイ、L 字、超打ちって感じです。まあ、ウェイ、L 字、超打ちはどうでもよくて、スキルが2ターンダメージ無効を貫通、全ドロップを水、光、闇、回復ドロップに変化というね4色陣と無効貫通なんですね。シンプルに無効貫通武器として優秀ということもあって、アキネとかシェリングフォードを持っていない人からするとね、普通にただの無効貫通武器になってすごい強いんで、ぜひね確保してほしい武器となっています。まあ、最悪持ってる人は別にね取らなくてもいいですが、まあ、呪いの鍵はね正直需要高いんでね、まあぜひね新キャラ狙うためにも、必ずゲットしておいてください。はい、で最後に5番目ですね、こちら暴食ですね。攻撃弱化と回復弱化があってチーム HP 強化4つ持ち武器です。あんま覚醒的にはいらないかなって感じはします。スキル HP が 50% 減少、全ドロップを水と闇ドロップに変化という感じになってます。まあ、こちらはね HP 50% 減少ある代わりにね二色陣として非常に優秀ですしね、10ターンで打てるんでかなり強いとは思います。まあ、武器要因としてはスキル的にはこの子は強いんでぜひ取ってほしいキャラになってます。まあ、最悪ね呪いの鍵はねめんどかったらいいですけどね、優先順位で言うとこの今の順番でいいんですけど、本当に全体的に強いし使い道がある武器が多いんで、ぜひよかったらね5体をね1体ずつは最低でも取ってもらえればなと思います。まあ新キャラ狙うためにもね5体持っておく価値は十分にあるので、ぜひね狙ってください。ゴルケイウス本当強いですからね、ぜひ頑張って取ってください。じゃあ続きましてね、何体ずつ取ればいいかについて話していこうと思います。いきましょう。はい、続きまして最低必要数話していこうと思います。はい、今は別にねこれもうね右側の通り参考にしてもらえれば OK です。はい、まず色欲からですね、普通に、エンハンススキル、そして指延長、そしてね2ターンヘイストが強いです。でスキルブースト武器ということで1体確保してあげれば OK です。2体以降はあんまり使わないですしね、1体持っておけばこういうスキルは間違いないんで1体だけ確保してあげてください。
で、嫉妬ですね。こちらも1体いれば十分です。無効貫通スキルなんてね、1体いれば十分なんで、まあ、ついでにね、まあ、新キャラのゴルケイオス狙うついでにね、ぜひ1体確保してあげてください。1体いれば十分です。続きまして、タイダー。もちろん1体で大丈夫です。こちらね、スキルがね、全ドロップのロック解除、5属性プラス回復ドロップに変化、覚醒無効、決戦ドロップを全回復っていうのが強いように見えますが、正直ガチャキャラの方が圧倒的にね、ガチャキャラで引く方が圧倒的に強い武器になるんで、マジでこっちで引く必要はない。バインド耐性に毒耐性2つに、クライム耐性2つかな。確か。なので、タイダーはね、こっちの鍵で作る必要はないかな。ただ、鍵の方はね、ガードブレイク武器としてかなり優秀なんでね、1体は絶対に取っておきましょう。1体いれば十分です。そして、傲慢。これがめっちゃ迷うところではあるんだけどね。正直、最低必要数はね、まあ、自分が持ってる確定二色人の数によるかな。ただ、まあ、超一が必要なランキングダンジョンになった際にめっちゃ刺さるということで、まあ、持っておく個数としては、まあ、3体持っておけば間違いないかなって感じですね。まあ、3体ぐらい作っておけば間違いないと思いますが、本当に作るのが大変なんで、まあ、最低必要数は1体にしておきます。ただ、大体目安としては3体ぐらいあった方がいいんで、もし確定二色人ゼロ対処人とかの場合は、まあ、3体ぐらいを狙ってもらえればいいと思います。超一と無効貫通が必要なランダーの場合にね、かなりぶっ刺さると思うんで、まあ最悪よくで代用できるのは何枚かあると考えると、まあ最低でもね、3体ぐらい持っていれば間違いないと思います。はい、まあ、でもまあ基本的に必要数は1体にしておきます。はい、まあただまあできれば3体ぐらい作ってください。ただめっちゃ大変なんで頑張ってくださいね。でまあ暴食、こちらもちろん1体ですね。はい、まあ最悪これもね、ゴルケイオス狙わないなら0体でいいんですけど、まあさすがにね、武器としても普通に強いですし、50% 以下減少に二色人が10ターンで打てるということで、武器が非常に強いんですね。まあ武器要員としても優秀なんで、ぜひ作っていただければなと思います。そんな感じです。まあ最低必要数はもう右に書いてある通り、色欲1体、嫉妬1体、怠惰が1体、傲慢が1体だけど、まあできれば3体。そして暴食が1体って感じになっています。こんな感じですね。まあね、本当に鍵シリーズこれね、作るの大変だと思います。本当に大変だとは思うんですが、優秀なね、武器ではあるので、ぜひ頑張って狙ってみてください。特にね、隠し要素のゴルケイオス、本当にスキブロックでね、バレリアクラスに強いんでね、ぜひ頑張って狙ってみてください。という感じが今回鍵の、最低必要数の話と、そして当たりキャラランキングというよりかは作るべき優先度ランキングの解説でした。まあぜひね、今回の動画が参考になった人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また周回編成はね、もう少ししたら出せると思うんでね、そちら出していこうと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。バイバイ。